クッキーモンスターは、テレビ番組、セサミストリートに登場するモンスターの一つである。2004年の、ザ・ファースト・タイム・メイート・クッキーの歌詞で、赤ん坊の時の名前はシドだったと思う、と歌われている。2010年の公式ツイートで確かシドニーだったと言っている。11月2日生まれ、好物は、チョコレート・クッキー。全身青色で長い毛並み。目と口が大きい。 いつもハイテンション。放映当初は今より体のサイズが大きかったが、現在はだいぶ小さくなった。皆からはクッキーと呼ばれている。クッキーモンスターの原型は、1966年にジム・ヘンソンがゼネラルフーズ社の CM 向けにデザインした3体のモンスターの一つ、ホイール・スティーラーである。ホイール・スティーラーはスナック菓子、ホイールを 全部食べてしまう怪物で、口には尖った歯が生えていた。その後、IBM の会議用フィルムや、エドサリバン賞に登場し、機械を食やらしている。1969年、フリトレー社のスナック菓子、マンチョスの CM に出演し、やはり、マンチョスを袋まで食べてしまう。この時点のデザインでは、歯がなくなり、ほぼ、クッキーモンスターに近いものとなった。その他、 ジム・ヘンソンが、エド・サリバン賞の CM に声で出演していた。当初は、オイラという一人称だったが、テレビ東京版と YouTube 版では、僕と言っている。モンスター・ピース・シアターというコーナーが1978年頃に、あり、その時についた別名だった。そのコーナーは、シーズン9からシーズン33まで続いた。日本でも放送されたが、吹き替え版では、 第3848話を飛ばしたため、放送されなかった。セサミストリートこれ知ってるボリュームサンクキーモンスター大活躍。東真子供英語塾。2020年3月24日閲覧。2-21-1966フィルムドワンミニットパイロットコマーシャルフォーホイールズクラウンズフルーツ。ヘンソン .com 2020年3月24日閲覧。クッキーモンスター、スルーザイヤーズ。マペットウィキ、ファンダム。2020年3月24日閲覧。ジムヘンソン IMDB ハット、くすぐりクッキーモンスター X。おもちゃの村人。2020年3月24日閲覧。アップル、iPhone6S の CM にクッキーモンスターを起用。アイテディアニュース。 ありがとうございます。